という日をささやかにお祝いした。お、はい。宅急便です。208号室白井黒子さんのお部屋でよろしいでしょうか。はい。あの品物は？パソコン部品とありますが。そりゃそうですわね。あの手の業者はそのあたりよく心得てますもの。送り主は？有限会社愛と漢方の絶倫美薬様からです。でそこを明記してどうしますの？黒子？ささやかにお祝いするのになんで美薬がいるのかしら。あんたの変態性質を治すには相当な荒療治が必要なようね。ここでその名の通り真っ黒焦げになりなさい。あははは、私の能力をお忘れになっては困りますわ。こうなったら食うか食われるか。黒子の愛を受け入れられないのならいっそ黒子と戦ってくださいまし。お姉様？両足第9条寮内での能力の使用はこれを固く禁ずる。よもや忘れたわけではあるまい白井。ん？これはご機嫌うるわ修了官様。もちろんですわ。私たちただいたずらに能力を使ったわけではありませんの。これにはいろいろと深いわけ。なるほど、読んどころない事情というやつか。そうなんですの。実はだが事情をいちいち侵蚀していては寮の規律を守ることはできん。規則破りには罰が必要だ。そうは思わんか、美坂。